ご視聴ありがとうございます。ゆっくりこすずです。ゆっくりまみぞうじゃ。本日は2021年度ミネベアミクミの採用大学ランキングの発表です。総合職、栄養職、女子一般職などすべてを含んだ数値じゃ。では、開始いたします。第10位やった大学、電気通信大学、静岡大学、九州大学、東北学院大学、慶応義塾大学、東京電機大学、明治大学、金沢工業大学、同志社大学、第5位群馬大学、千葉工業大学、芝浦工業大学、東京都市大学、法政大学、関西大学、関西学院大学、第3位室蘭工業大学、新潟大学、第2位信州大学、第1位日本大学。以上がミネベアミクミの採用実績上位大学となります。もしよろしければチャンネル登録、お願いいたします。